予想対決がこれから始まります。いやー丸亀、前も来たんですけどね、はい、戻ってきましたね。戻ってきたね、はい、すごいいいところたくさんあるのでね、楽しみつつ勝負を。私は絶対負けない。私も負けません。いやもう自信しかありません。任せます。今日は任せます。任します。任せます。はい、いや、私は負けないので、罰ゲームがかかってるので、予想対決頑張りたいと思います。はい、皆さん最後まで見てください。皆さんこんばんは。リモート6秒。ようこそボートレース丸亀にご来場いただきまして誠にありがとうございます。サンスポとトースポのコラボ企画予想観戦会の方を開催してまいります。さあそれでは早速お呼びいたしましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。瞳だけに瞳知り島村ひとみです。なるほど、かわいいやんか。ゆきこゆきんこふれふれコンコン。はい、コンコンコトークジヒコです。よろしくお願いします。さあ島村さんは、はい、僕もちょっとトースポウェブさんの方ではインタビュー動画させてもらってますけども、はい、もう島村さん僕よりも格上で、いやいや SG やで、はい、プレミアム G1 で、はい、昨年1年間いろいろなレース場で予想会イベント出させていただいて、今年はSG のピットインタビューをやらせていただいて、12月の全ての SG 決まっておりますので、ぜひ皆さんトースポウェブを見ていただきたいなと思っております。さあそして香港は、どうですか、ボートレースの関わりっていうのはどんなこと。サンスポ55クイーン準グランプリにならせていただいたんですけど、そのオーディションの際に戸田のボートレース場さんでそのイベントがありまして、そこで初めてボートレース場に行ったんですけれども、でそしたらちょっとハマってしまって。さあそれではですね、8レースの方の予想に移ってまいりたいと思います。134ボックス14で流しで235で、3連複の235、4号艇の村松選手が、はいはい、昨日のレース後のコメントで、前肩から足が 上積みできてて、もう納得いく仕上がりですとすごい前向きなコメントをされてたので、村松さんは入れたいのと、前肩タイム中田選手村岡選手とても良かったので、で最後の3連覆235はもう穴狙いです。穴狙いでね、はい、穴狙いで、はい、私は234ボックスと2連単の2連単34で、400円かけました。34400円、はい、意外と勝負師や勝負師だ、はい、私も同じような感じなんですけど、私は結構勝率9を見てまして、9で、まず3、4が絶対入るだろうなという、はい、なるほど。2を入れたのはボックスで、武田選手は香川で、地元やから、はい、地元というか、ここが所属、はいはい、になっているので、ここは慣れているんじゃないかなと思いまして。そりゃそうです。そりゃそうです。はい。もう締め切りが1分前やから。はい。早くお二人ちょっと買いに行って。はい。はい。ちょっと締めてから。ありがとうございます。じゃあ初レースを、はい、買いましょう。はい、3回を使っていきたい4号艇村松が稼働、5コース5号艇新海渡る、サイヤード6コース6号艇森行、枠番通り3対3に分かれました。シリーズ2日目第8レース予選競争、進入体系インコースから1番2番3番、ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。少々ばらけたするともインと3コースが優勢か。6号艇中谷、3号艇村岡、1幕1号艇中田が先制、持ち直して2号艇武田がさすが、まくり出しは3号艇村岡入って向こう正面、
先頭ですが1号艇中谷、内側から接近は3号艇村岡健人、手先をかけようとする1号艇中田、しかし絞り込んで一定心前、3番手は4号艇5号艇の争い、なおスタート正常です。抑え込んだ1号艇中田達也に、そして行くのは3号艇村岡、前が詰まった、握った4号艇村松が逆転成功、2番手に浮上です。そして3番手が3号艇5号艇の争い、わずかに3号艇村岡が判定心前、上位体系儲かるところ1番4番3番、レースは2周目で入っています。4番手外からぴったりマークは5号艇新海、3番手走る3号艇村岡、ここはその5号艇新海を牽制しながら旋回、3番手3号艇村岡がキープ、先頭は1号艇中田、2番手は4号艇村松、3番手3号艇村岡、上位3艇は1番4番3番2艇審査、今度は内に変わった5号艇新海渡る、しかしここも抑え込んだ3号艇村岡健人、外に持ち出して4番手から5号艇新海、内を狙おうとするがキャビって交代、3番手3号艇村岡健人、上位3艇1番4番3番最終周回に入っています。やや壁のないストリートとなりましたが、インコが踏ん張りました。先頭1号艇中田達也、2番手は4号艇村松修司、3番手は3号艇村岡健人、バックに入って上位3艇1番4番3番です。大きく差がつきました。4番手には5号艇新海、後方は2号艇6号艇ラストコーナーへと進みます。オール3連隊キープ、そしてシリーズ初勝利、先頭1号艇中田、2番手4号艇村松、3番手3号艇村岡、1番4番3番先頭1番中田五輪、2着4番村松、3着3番村岡五輪、5番2番と五輪、ラストの6番森五輪です。しました。1着は1番の中田村松村岡で、3連単の配当は1350円、ということは2700円になってるよこれ。さあというわけでございまして、ね、いきなり的中ということですから、まずは